はい、皆さんどうもこんにちは、ヒロシの隠れ家です。山形県で暮らす40代私ヒロシの趣味や生き方を探すこのチャンネルになります。今日のヒロシの隠れ家はヒロシのウイスキーコレクションを紹介するウイスキーラバーシリーズになるんですけれども、今日はですね、気になるね酒屋さんを実は見つけたんですね。そこにね今日はちょっと行ってきたいなと思います。ではどうぞ。はい、どうでしたでしょうか。品揃えのねすごく可愛い、とってもねいい酒屋さんでしたね。そこで購入した製品ウイスキーはこちら、じゃん、サントリーオールドリッチ&メローになります。今回はですねこちらをご紹介したいなと思います。まずは情報から。サントリーオールドは1950年に誕生しました。戦後の日本で出世してから飲む酒の代名詞となり、その後は日本のウイスキーの代名詞にまでなりました。だるまやたぬきの愛称で親しまれ、万人に愛されるウイスキーになり、現在も発売されています。こちらのボトルは1980年代後半から1994年まで発売されていたサントリーオールドリッチ&メローになります。はい、ということでですね、こちらのサントリーオールドはですね、意外にも
オールドボトルだったんですね。確かに映像を見てみるとですね、3本のオールドがこう並んでいたのが見受けられたと思うんですけども、この部分ですね、この部分の表記が実は違っているのがわかるかと思います。通常サイズのものがザ・ジャパニーズ・トラディションと書かれていて、一番大きい一本がマイルド&スムースと書かれていましたね。で、リッチ&メローがこちらとね、リッチ&メローが1980年後半から1994年まで流通したもので、マイルド&スムースが1994年から2006年頃まで流通していたものになっているそうです。で、ジャパニーズトラディションが現在、皆さんの周りにもよく売られているサントリーオールドの種類になっています。こちらのね、リッチ&メローがその3本の中で実は何に一番古かったということが分かりました。ちょっとね、小ぶりな、こんな小ぶりな、実はすごくちっちゃいですよね、 380ml の小ぶりなサントリーオールドになっています。可愛いですよねこれね、すごく、この可愛さに惹かれて買ったんですが、実はオールドボトルだったというね、ありがたい話ですね。で、こちらはですね、先ほどの、小さな酒屋さんで購入させていただきましたが、値段はね、1080円で、容量は 380ml で、アルコール度数は43度になっています。早速ですね、飲んでみたいなと思います。はい、それではですね、早速こちらのサントリーオールドリッチ&メロを飲んでいきたいなと思います。蓋はスクリューキャップになっていますね。早速ついていきます。お、色味はですね、綺麗な琥珀色になっていますね。まず香りなんですけれども、香りはですね、結構甘い香りと、あとちょっとウッディーな香りがあってですね、とてもすごくね、深い香りですね。うん、すごくいい香りです。本当にスモーキーさとかはね、結構ないですね、ほぼほぼないです。はい、ではいただきます。味わいはですね、なんだろう、結構シャープな味わいですね。ウッディー感が結構あって、あとね、なんだろう、ビターなんですね。結構ビターですね。香りはね、甘い感じの香りするんですけども、飲み口は意外にビターですね。コクがあってね、すごく美味しくて、美味しい。なんか口焼きしない味わいですね。なんかずっと飲んでいられるような、そんな味わいですね。すごくこれいいですね。深い味わいなのに飲み飽きないとか口飽きしないという、すごくいいブレンドですね。これすごい、初めて飲みました、リッチ&メローね。うまいです。でですね、今日はですね、ちょっとこのサントリーオールドといえばという飲み方をね、私の個人的な意見なんですけど、サントリーオールドといえばという飲み方、私個人の見解ではですね、皆さんレモンハートっていう漫画ご存知ですよね。その中でまっちゃんって言われるキャラクターがいるんですけれども、そのまっちゃんがですね、ウイスキーのウーロン茶割りを毎回頼むんですね、レモンハートで。で、そのまっちゃんがサントリーオールドのウーロン割りを頼んでるんですけども、結構マスターとか常連さんとかに、そんなもの飲みやがってみたいな、味音痴がみたいな感じでいつもいじられているんですけれども、そのね、味音痴やら、そんなうまくないものやらと言われているような、そのサントリーオールドのウーロン茶割りをね、ちょっと一度は飲んでみたいなと思ってたので、この機会にね、そのサントリーオールドの、ウイスキーのウーロン茶割り、そちらをですね、飲んでいきたいなと思います。グラスに氷を入れてきたので、サントリーのね、ウーロン茶割りということで、こちらサントリーさんのウーロン茶をね、用意して、早速オールドの
ウーロン茶割りをね作っていきたいなと思います。入れました。美味しそうですね。でこれでステアをします。はい、これでですねオールドウイスキーのウーロン茶割りが完成しました。早速飲んでいきたいなと思います。あ、なんか、うん、香りがね結構ウイスキーの香りがファーッと立って、飲み口はやっぱりウーロン茶なんですけど、ちょっとマイルドな、なんだろう、うん、マイルドな紅茶みたいな感じになりますね。すごくね、いやこれ美味しいんじゃないですか。実はなんだろう、この味はね、焼肉とかなんか中華料理とか結構油っぽいものにこれ合うんじゃないかなと思いますね。すごくねなんかいいですね、これぐいぐいいける感じで、うん、あ、これ意外にいいですね。もう美味しいです。すごく美味しいですね。うん、本当にさっぱりしてていいですね。実はねこのウーロン茶って、まあ、特にこのサントリーさんのウーロン茶って、まあ、カクテルでもそうなんですけども、そういうカクテルっていうかカクテルに合うんですよね。どんなリキュールのウーロン茶割りでも大体ウーロン茶を使うと合うというね、なんかどっかあのフレーバードの紅茶みたいな味わいになるんですけども、結構このウイスキーでもねそんなニュアンスがあっていいですね、うん、これはいけますよ。実はですねこの抹茶レモンハートもこのうまくないと言いながらも実はうまいというのを伝えたかったんじゃないですかね、その作者さんも。実は、まあ、これも僕の見解なので何とも言えませんが、うん、実はこれすごくねいい飲み方なんじゃないかなと今思いました。通な飲み方ですよねこれね。これ本当にぜひねちょっと皆さんもウイスキーのウーロン茶割りどこかで試してみてください。多分美味しいと思います。はい、ということですね、今日のヒロシの隠れ家はサントリーオールドリッチ&メロ、こちらをですねご紹介させていただきました。ではまた次回。